はい、こんにちは。持っていなかった。これ買ってみました。MHL 変換ケーブル。MHL です。何かというと、まあ私の使用用途としては、Xperia Z3 タブレットコンパクト。こちらの Android 端末を、HDMI で出力するケーブルになります。今のところ私、Android のキャプチャーって、実は Xperia ってね、そこがね、優秀でね、いいんですよ。ここで、電源ボタンを押しっぱなしにすると、このように出てくるんですよ。で、スクリーンショット、スクリーンレコードでは出てきて、スクリーンレコードを押すと、ここに出るんですよ。で、これポチッと押すと、もうこれでキャプチャーできる。っていう結構便利な機能がついてたんで、それ使ってたんですけど、なんだかんだ言ってやっぱキャプチャーボードに HDMI で出力する方が一番やりやすいし、安定だし、安心なんですよ。なので、まあ、持ってなかったんで、買いました。安かったですね。1380円ヨドバシカメラで、使えるやつをくださいってちゃんと聞いて買ったんですよ。Android っていろんな規格が、いろんなっていう、なんだっけな、スリムス、シンプルスだったかな、なんかごめんね。それはあるんだけど、私のこの Z3 は MHL 対応ということで、MHL に対応してるとかっていうのがあるんで、調べて、自分の Android の端末調べて使えるやつを選ばなきゃいけないんですけど、1メートルで、1380円と、2メートル、3メートルがあったかな。で、1600、2000円ぐらいで上がっていくんですけど、短いやつでいいんで買いました。で、今までは私、こういう感じで、このケーブルを、好きなところに、まあ、これをね、例えば、今、ライトニングですよね。これを、これ、ミニディスプレイポート。ミニディスプレイポート。ここにつないで付け替えたり、まあなんか、ここの HDMI は万能的に、使ってます。だからこれをね、こうやって使っててやってたんですけど、これってアップル純正で5,000〜6,000円するんですよ。高いだから、やっぱこっちは Android のやつというか、エレコムが出してるんですけど、これはサードパーティー製なんですよ。1380円、安いなと感じました。ね、なんか5,000〜6,000円覚悟しちゃってましたけど、全然安くついて、まあそうだよなって、よくよく考えてみればケーブルってそうだよねって。今 HDMI だって安いし、 USB なんか数百円ですからね。よいしょ、こんな感じになってます。で、これね、一個だけめんどくさい点がありまして、ご覧の通り、ここを Xperia につなぎます。そうするとこうなりますよね。で、HDMI 端子。で、ここに1個あるじゃないですか。メスのケーブル。これを何に使うかというと、当然充電というか、電力を流すんですけど、このライトニングの場合、ここにライトニングがありますよね。これ使わなくてもいいんですよ。ただ、給電、こうしていることによって、iPhone がね、このままこう使ってると、iPhone の充電、まあ、給電だよね。給電兼ねながらできるっていうケーブルであって、あくまで給電であって、ここのね、ライトニング端子には刺さなくても使えるんだけど、この MHL 変換ケーブルに関しては、必ずここのマイクロ USB は刺さないと使えません。というのも、この端子自体が、その電力を必要とするらしく、絶対ここに、繋いでくださいと言われました。なので、ここに繋がないといけないんですけど、ちょっとやってみましょう。はい、じゃあ、まずここに電力を供給しますと。で、このケーブルなんですけど、ここにつなぎたいんで、押すなんで、これをメスメスで、ガシャーンと、やります。では、キャプチャーできんのかな、見てみましょう。お、いってますね。はい、綺麗にね、キャプチャーが、できております。これが HDMI 出力している画面でございます。で、こっちで HDMI のキャプチャーをしている状態ですね。だから、ここで、このように動かすと、リンクされて動くと。いいですね。普通に使えました。まあ、満足です。はい、そんなわけで、Android 端末を、HDMI 出力する MHL 変換ケーブルというものですね。マイクロ USB2。HDMI ということで、まあ、対応機種が、すごく細かいんで、この辺のね、対応機種バーって見たり、
店舗で聞いたりして、買い場合はね、買ってみていただければと思います。ちょっと試しに抜いてみましょうか。ヨドバシの店員さんはここを必ず刺していないと使えないって言ってました。抜いてみますね。あ、切れました。やっぱりダメなんだ。やっぱりここを必ず電力を供給しないと使えないんですね。そういうことなんだ。そんなわけで、HMLA 変換ケーブルの紹介でした。また会いましょう。バイバーイ。